皆さん、こんにちは。大変お待たせいたしました。それでは、定刻となりましたので、これより第14回アジア太平洋研究会を始めさせていただきます。本日は視聴者の皆様方には、本研究会にご参加いただきまして、誠にありがとうございます。本日、司会進行を務めさせていただく、会議進行機構アジア太平洋総合研究センター副センター長の黒木と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日のテーマは、中国における研究開発システムの改革動向と今後の展望、卓越した研究成果の創出を目指させてと題して開催させていただきます。ご承知のように、本年は日中国交正常化50周年にあたり、くしくも50年前の本日9月29日に田中角栄周恩来の両首相が日中共同声明に署名し、日中の国交が正常化いたしました。この記念すべき日に本研究会で中国関係の講演を行い、皆さんと意見交換できますこと、大変意味のあることだと思います。さて、アジア太平洋総合研究センターでは令和3年度に2件の調査研究プログラムを進めてまいりました。1件目のタイトルは、中国における基礎研究の進行及び科研管理の改革の行方というものでございます。2件目の報告書は、中国の研究開発システムにおけるエクセレンス発掘推進の仕組みに関する調査でございます。皆様ご承知のように、中国の科学技術面における躍進は目覚ましく、中国の論文の総数や引用数の多い注目論文の数は、ここ数年で米国を抜いて世界一位となっております。その背景として、科学技術への投資額の急激な拡大や、ハイレベル人材の国内育成、海外からの確保の強化などがあると言われております。本日は前半の講演で、先ほどの2つの調査プロジェクトを推進した松田フェローより、研究開発システムの改革に関する具体的な施策とそれらの分析について報告いたします。続けて後半の講演で、 JST の北京事務所より、研究開発システム改革に関する最近の動向について、現地より報告をさせていただきます。繰り返しますが、2つの講演の後にまとめて質疑応答を行う予定でございます。それでは講演に移らせていただきます。まず最初の講演として、アジア太平洋総合研究センターフェローの松田優奈より報告いたします。タイトルは、中国における研究開発システムの改革、トップ人材育成戦略は成功になるかというものでございます。松田さんは中国の北京師範大学を卒業し、中国の国家司法試験に合格し、放送資格を取得しています。その後、慶応技術大学工学研究科を修了し、東アジアの立法政策、地方立法等をテーマとして博士号を取得されています。同大学のグローバルリサーチインスティテュートを経て、2021年よりアジア太平洋総合研究センターに入所しています。中国語、韓国語のネイティブスピーカーであり、センター内において東アジアの科学技術政策動向について調査担当しています。今年度は韓国の科学技術の状況について、サイエンスポータルアジアパシフィックでコラムを公開しているところでございます。それでは松田さん、よろしくお願い申し上げます。わかりました。松田と申します。本日はよろしくお願いします。まず資料の方を共有させていただきます。本日はこちらのテーマですね。研究開発システムの改革、トップ人材の育成戦略は成功になるかというタイトルで、述べていきたいと思います。
保護科の研究構成としては、まず中国の研究力の開強ですね、研究開発費や研究人材の育成で今どういうレベルまで来ているのかというのを各種指標を用いて簡単に説明を、いたしたいと思います。それから、ハイレベルの人材を育成するために様々な改革を今進めている中、どういった改革措置を取ってきたのかというのを、まとめた後に今後の展望というところで、述べていきたいと思います。で、私たちが普段言っているその研究開発動向というのは端的に言えば、お金と人と物の動きを見ていくものになります。つまり、投資した研究開発費で確保した、研究人材ですね、どういうふうに育成しているのか、でこれらのインプットによって実際どれほどの研究成果が出ているのか、まあ、研究成果といえばいろいろございますが、新しい技術もそうなんですし、新しい理論とかもあります。もちろん、論文とか特許とかも、まあ、成果の一部として、まあ、現れているんですけれども、こういったものは全部つながっておりまして、今日はもちろんこちらの真ん中の方の人材の方を中心に述べていきますが、多少、研究開発費や研究成果についても触れていく予定でございます。まず研究開発費の動向から見ていきたいと思います。で、この、図表で表している通りですね、研究開発費の投資が年々増え続けている状況でございます。で、特にその14次国家年計画といって、中国は5年に1回ですね、国の、これからの5年間で、どういう目標を挙げて、どういう分野を中心として、こう、発展していくのかというのを決めて、戦略を出しているんですけれども、その目標としてですね、伸び率 7% という数字を挙げているんですけれども、昨年はなんと 14.2% も増加しているという、いいスタートになりました。そして GDP で占めている割合もですね、年々増え続けていまして、昨年は最高値である 2.44% を更新しました。これはもちろん、大きい金額を投資するというのも、注目の価値があることなんですけれども、やっぱり増え続けているというのがすごい、大きなポイントで、で日本って言えば、ここ20年間、ほぼ研究開発費は、横ばいで、大きな変動はないんですね。それに比べて中国これだけ増えているのは、注目に値することだと思います。基礎研究、そのうち基礎研究の話を少し、したいと思います。で、2018年までですね、だいたい 5% 前後を保っていたところ、19年あたりから 6% 台に、やっと入りました。でもちろん、14次5カ年計画では 8% という目標を挙げているんですけれども、まあ、2021年からの5年間で、まあ、8% まで達成できるようにというふうに、目標を挙げていて、今それを向けて順調に発展を続けているところでございます。政府の研究開発費というところで、データを出しているんですけれども、ここ実際データを見ていきますと、2020年は2019年に比べて若干、金額自体は減っているにもかかわらず、科学技術への支出というのはですね、昨年よりも 7% 以上増えているという結果になります。でさらに、面白いところで言えば、この地方の発展というのがやっぱり注目すべきところだと思うんですけれども、なんとなく中国といえばですね、この中央からの、全てのコントロールというか、トップダウン式でのこう進み方というのが非常に定着しているようでございますけれども、近年の動きを見てみますと、この地方の発展というのが、もはや中央の金額を超えつつあります。で、2021年は中央の 2.38 倍というデータになりました。で横の方にですね、北京とか上海とかいろんな地方の基礎研究の投入の、状況も挙げているんですけれども、2017年から2020年のデータを見ていきますと、上海なんかはですね、6.6% から、29.2%、約5倍ぐらい増えているという結果になります。
なので少しずつなんですけれども、やっぱりこのトップダウン方式から中国もボトムアップとトップダウン両方を組み合わせた方法にこう進めているという動きが見られると思います。次、研究者の話に移りますが、ご覧の通りですね、研究者も恐ろしいスピードで増え続けています。で、下の方の棒グラフでは、そのうち基礎研究、応用研究、開発研究にどれだけの研究者が充実しているのかというのを表しているんですけれども、やっぱり応用と開発というところで、大きな割合を占めているんですね。で、基礎研究を実際に行っている研究者というのは、だいたい基礎研究の、費用の割合と同じぐらいで、だいたい 5%、6% あたりで前後しています。で、これだけの人数が増えている、裏には、やっぱり大学院生の貢献が大きいと考えられます。大学院生といえば修士課程、博士課程両方含むんですけれども、中国の教育部としては、やっぱり経済発展の需要やこれからの研究開発の需要から、まあ、やっぱり院生を大幅に募集しないといけないという立場を示しているんですけれども、このよく見ていきますと、2017年あたりからぐんと増えましたね。これの理由として考えられるのは、制度が少し変わりまして、17年あたりから、いわゆる、全日制ではない方も、入試に参加することができたので、まあ、これらの方も一応カウントされるようになりました。なので数は大幅に増えて、で、2020年はさらにこれ以上、収支を拡大していきますという方針を明らかにしたので、まあ、それによってですね、実際の数も大きく変わったと考えられます。またやっぱり近年のコロナの影響もございまして、こういった医学分野でのですね、博士数というのも、まあ、大幅にこれから増やしていくという方針も明らかにしております。で、教育部のこういった方針によってですね、実際大学院の入試に参加する人の数もですね、すごい勢いで増えているんですけれども、先ほどお見せした図の中で2021年で募集している人が117万人ぐらいですね。それに比べて実際入試に参加した人が、それのおよそ3倍ぐらいに当たる数字の370何万人という、データになりました。で、それだけ、まあ、修士課程に入りたいという学生が多いという現実でございます。で、よく知られている、中国の修士制度というのは、まあ、2年間で卒業するというパターンがやっぱり多いんですけれども、実際中国ではですね、そのアカデミア向けの研究者を育成するために3年間の修士制度というのも設けております。で、その終わってすぐ実務に入られる方というのを専門修士という形で、呼びして、で、アカデミア道を歩む方を学術修士というふうに、呼びます。で、これは年度が1年差がありますから、実際に同じく会社に就職とかする場合は損ではないかという意見もあるんですけれども、この3年間の学術修士というのはですね、できればそのまま博士課程に入って、研究者になってほしいという方針のもとで作られている課程ですので、ですね、彼らは先ほど言った厳しい試験とかも、まあ、受けずにですね、エリートが多いので、ほとんど試験免除で、その修士課程に入られる方が多いです。で、こういう感じでそのエリートの育成にも取り組んでいます。そしてポストック制度を少し、お話ししたいと思うんですけれども、まあ、梅神政策といって、まあ、長い間中国が実施してきた人材の誘致に関する政策なんですね。で、昔は中国の国籍を有する方で、まあ、海外で学位を取られた方を、学位を取得後、中国に戻ってきて、まあ、仕事をするようにというふうに促す政策だったんですけれども、今は若干トレンドが変わりましてですね、国籍問わずとりあえず世界中からも優秀な人材をどんどん集めているという方針に変わりました。それいくつかの例をここに挙げているんですけれども、まあ、上海市で実施しているスーパーポストック制度というところと、まあ、高等省でやっているポストック人材誘致計画というものがございまして、これらの政策のすごいところはですね、彼らの研究開発に関わる費用というか、
その給料という部分を支払いするだけではなくて、彼らが中国に来て生活してこう安定した暮らしができるような全般的な支えを全部金額を出して行っているんですね。でさらには、やっぱりこう家庭の事情で来られないというのもございますので、その方 の、まあ家族の状況とかですね、子どもの教育問題というのも、まあ、合わせて積極的に解決してあげるという方向でですね、どんどん、いろんなところからですね、優秀な人材を誘致しております。また留学生の話というところで、人材の流動性というところで少しさせていただきたいんですけれども、まあ、ご存知の通り米中関係が近年少し緊張の形でございまして、これが実際の研究業界というところでも影響を及ばしているのではないかという予測が多いんですけれども、実際教育部はですね、積極的に海外留学してほしいという方針を昨年も出しているんですね。でそこでいっぱいこう知識を蓄積して、で学位を取った後は、まあ、なるべく帰国するようにというふうに、政策を出しています。それで実際の動きを見ていますと、これが中国の方で、アメリカに留学している数を表しているものでございます。まあ、コロナの影響もございますから、2020年2021年というのは、若干前より減っているというのは明らかなんですけれども、実際見てみます と、思ったより大幅に減っているわけではないんですね。で依然として、アメリカにいる留学生のうちに約4割を占めている方は中国の国籍という、データがございます。なので中国からアメリカに行っている留学生の数は、減っているとは言い難いという結論になります。それからどういった方々が実際に減ったのかという、その学位の構成というところで、データ出しているんですけれども、ここマイナス 53.1% というところはですね、ノンディグリーって書いてあるんですね。学位を目指してない方々、まあ、交換留学もそうなんですし、まあ、語学の研修とかですね、そういった方々が元より大幅に減ったというデータです。で実際に学位を取りに行く方というのは、そんなに変動してないと。また中国国内でもですね、アンケートを毎年実施してるんですけれども、やっぱりこの中でもですね、コロナがある程度落ち着いたら、まあ、再びアメリカにいて留学したいという方が、まあ、6割以上だったので、でこれから少し状況が変わりましたら、また再び留学生は増えるのではないかと予測しています。でこのように研究開発費用も、研究者も、増え続けている中、やっぱりその成果として論文の数というところで現れているんですね。ついにアメリカを超えて論文の総数が、世界トップに立ちました。またただその数だけではなく質を表している指標なんですね。非引用数というところでも世界2位というところで、まあ、大きな躍進を見せていると思われます。でここはファンディングなんですけれども、国家自然科学基金委員会といって、基礎研究を主に支援している委員会なんですね。ここも基礎研究の重視に伴いですね、与えられている予算というのが年々アップしまして、まあ、2020年も19年に比べて約3億元ぐらい上がったというデータがございます。また統計的にですね、体系的に管理するためにですね、国務院も最近こういったたくさんのあるプロジェクト計画というのを、まあ、整理し始めましてですね、ここ書いてある5つの類型に全部、まとめています。特にこの2番目に挙げている重大特別プロジェクトというのはですね、先ほど述べてたその国家内計画というところで若干連動して変わってくるんですけれども、要するに中国この5年間でどういった分野を中心的に投資を行うのかというのを、まあ、この特別重大プロジェクトを見れば大体それが読み取れるというところでございます。そしてはここから、人材育成に向けてどういうことを改革してきたのかというところを少し述べたいと思います。
習近平政権になってからですね、行ってきたさまざまな政策がここに書かれているんですけれども、それはすべてではなく、実は一部を抜粋したものなんですね。で、これ、プロジェクトの申請段階から、もう最後のそのデータの管理、評価といった部分まで、細かくやっぱり政策が打ち出されているので、まあ、人材改革というところでは、本気を見せているというふうに考えられます。その一番として挙げられるのがこちらの基礎研究の強化なんですね。で、基礎研究というのは国それぞれで捉え方が若干違うので、まあ、中国でどういうふうな考えを示しているのかというのを少し述べさせていただきますと、2006年 の、 その中長期発展計画というのを以降、国務院で出しているんですけれども、ここで、いわゆる、まあ、応用性を伴う基礎研究も中国ではその基礎研究として推進をするという方針を明らかにしています。で、今はですね、2つのパターンがあるんですけれども、1つはこの自由探索型の基礎研究といって、まあ、オリジナリティを出して、まあ、イノベーションを引き起こすという分野ですね。比較的に自由にも、研究を続けていい分野で、2番手がもう最初から任務クリアすべき目標というのが、定められている任務指向型の基礎研究があります。これがいわゆる応用性を伴う基礎研究というふうに考えられます。で、これらの基礎研究に対してですね、ガイドラインも、2020年に達しているんですけれども、基本的には中国 の、 その国家発展の戦略、経済発展のこう計画の中に合わせてですね、皆さん最適な方法で、オリジナリティを出して、基礎研究を進めていくように、方針を定めています。で、具体的に何がどう変わったのかというのを、少し述べさせていただきますと、こちら、プロジェクトの申請にあたる、まず各種手続きなんですね、だいぶ簡単になったというところが一番、最初に挙げられるポイントです。この上の図を見ていきますと、こう皆さんですね、もともとはその申請にかかる、資料をたくさん用意しないといけないというところもあって、研究の時間がなかなか確保できてない事実だったんですね。で、それを、今は全面オンライン化にしているので、まあ、わざわざ 紙媒体でですね、記入したりする必要が全くございません。また一回、記載している情報はですね、そのままデータベースに残るので、重複して書く必要もございませんし、研究計画書とかですね、技術路線というところも、なるべく一回出せばそれを最初の評価の段階までですね、使い回すようにしております。そして研究開発費、経費の使用においてですね、領収書の貼りが求められてたんですけれども、今それも不要になりまして、各種検査研修評価という段階でもですね、だいぶ、楽になりました。この下の図を見ていきますと、報告が絶えないという、現状を表していた図でございましてですね、やっぱり実際の着手の段階からで、いろんなこう検査が入ったりですね、中間報告が入ったり、年間報告が入ったりと、まあ、様々な資料を用意して、それを、まあ、報告しないといけないというのが研究者に対して、すごい大きな負担となっていたんですけれども、まあ、そういった負担を今全部減らして、実際に研修が入ったとしても、まあ、資料とかも用意しなくていいというふうに変わりました。そして3年未満の自由探索型の基礎研究というのは、まあ、その間に検査をしないという、破格的な改革となりました。これによってですね、研究者がやっぱり事務的にこうかかる各種時間というのが、大幅にカットされたので、研究だけに配信できる時間が増えたと考えられます。次は経費の使用ですね。経費の使用も、前に比べて、各種制度がだいぶ柔軟になりまして、研究者が使えるそのお金というのも自由になったというのが、ここで明らかですけれども、前は直接経費と間接経費といって、いわゆるその、まあ、機械を買う費用とかですね、実際の人件費とかですね、各種実験とかにかかる材料費とかも、細かくこう類型別に分けてですね、全部予算を編成して最初から出せないといけないというのもあったんですけれども、今はその直接経費というのも、設備を買う費用と、
業務にかかる費用、それと人件費という3つの類型にも、集約されていましてですね、間接経費として使えるというお金もだいぶ、自由になりまして増えました。で、間接経費って何で使おうかというと、まあ、研究室とか、実際に光熱費とかかかりますし、研究人材に対するそのボーナスとか奨励金というのも支払いするんですけれども、そういったものをですね、間接経費の中で支払うようにしています。なので、間接経費が増えれば、まあ、研究者のボーナスとして使える金も増えるという話になるんですけれども、それが、今回の改革を通じてですね、大幅に増えたというのが、言えるところです。もともとはですね、500万元以下のプロジェクトというのは、間接経費として使える金が 20% 以内だったところを 30% 以内に変わりまして、で、それ以下500万から1000万以内というところはですね、もともと 13% ぐらいだったところを 25% まで、これが伸びました。1000万以上というところはですね、 10% 以内に収めないといけないという制限があったところ、今は 20% 以内であれば、まあ、自由に使えるようになったので、こういった、資金使用に応える柔軟化というのがだいぶ拡大されたといえます。特に純粋理論ですね、数学とかこういったものに関わる基礎研究のプロジェクトはですね、間接経費 60% までを増やしていいよというところで、もうこういうところではオリジナリティを出すというのが一番の目的ですから、間接経費の使用も、大幅に、柔軟化しています。それから学術機関と行政機関の関係、ここはですね、中国の特有の事情の一つでも、言われるんですけれども、各大学ですね、大学の中では、その共産党の委員会というのが法律によって、設立されてましてですね、何を彼らがするのかというと、まあ、いわゆるこの大学が実際にこう運営している中でですね、共産党の路線や政策や方針というのをちゃんと反映してやっているのかというのを、まあ、適切に指導を行うというところなんですね。これがいわゆる行政機関です。で、彼らのもとで、校長がいて、校長が全般の学術に対して、まあ、責任を取るという仕組みで、運営されていたんですけれども、なぜこれが問題になってかというと、やっぱり行政機関の力が圧倒的に大きいというところなんですね。で、この2つの機関の関係を表す、有名な言葉として、権限を持っている人は働かないし、働いている人は権限がないという。で、実際に、まあ、研究開発に携わっている人たちは、学術機関にやっぱりこう所属なんですけれども、まあ、その経費の配分から、人事に当たる部分までですね、強制な関与が比較的に大きかったので、まあ、それを今回はなくしてですね、実際に学術機関の方に、これらの権限を譲ってですね、経費も実際に、届いたら実施しているこのチームに、1週間以内に速やかに渡すように、改革しています。で、これらによって実際にこう下の図を見ていきますと、官僚主義だったというところを、まあ、学術機関がリードするような仕組みに、まあ、変えていく、行政の色を、まあ、薄くしていくというふうな改革がなされています。それから、これらの、自由の、拡大というところでですね、やっぱり、こう、自立がそれなりに求められるわけなんですね。で、ちゃんとある程度のガイドライン、最低限のラインまで、守っていただければ、基本的に、研究においては問題がないというところです。で、もともとだいぶ厳しい条件でですね、中間検査とかをやっていたところ、今は、先ほど申し上げたように、その自然の資料の準備とかも不要になったので、まあ、多少そのズレがあっても、それは問題化しないという緩い、基準になりました。そして調査もランダムで行ってですね、まあ、昨年に調査を行っている機関に対しては、まあ、今年は行わないとかですね、負担をなるべく減らす方向に変わったので、そういった緩い方向で評価をしているにもかかわらず、例えば、調節があったり、不正行為があったりですね、賄賂があったりとか、そういった行為が発覚された場合はですね、すごい厳しい、終身責任制に、なるわけで、
これいわゆる、科学研究の信用データベースというところがありまして記録されるんですね。でそれが、永久的に記録が残るわけで、一回、こういった不正が発覚されますと、その人のこう 研究者としてのこう道というのが、ほぼこう終わりだと考えていいと思います。で厳しい制限と、これらのこう緩いこうガイドラインというのを組み合わせてですね、全体的な科学研究における信用度を上げていきましょうというのが、この趣旨だと考えられます。そして評価なんですけれども、どういった方がまあ優秀な研究者だと評価するのかというのを、いろいろ議論があるんですけれども、もともと中国は明確だったんですね。論文の数が大きい方、多い方。それと、肩書きが、どこかの教授とか、お偉いさんとかですね、そういう職歴を中心にして、あと、博士号を持っているかどうか、そういう学歴も大事ですし、どこかの大会で受賞したことがあるとか、そういう受賞歴などが、の主な指標として大事にされてきたんですけれども、これによると、やっぱり若手がとても不利な立場になりますし、イノベーションが引き起こすことはできないというところで、これを徹底的にも排除して、これからは論文も、例えば1本の論文でもいいから、ちゃんと質が高い論文、それから実際の実力で生み出している業績、まあ、彼らの研究によってこう社会にできる貢献度というのを、まあ、重視するという方向性に変わりました。それで基礎研究の場合はですね、たくさん論文をもう上げるよりですね、代表作として、これが私の、代表として、提出できるものですよというのを、提出すれば、それをちゃんとこう同じ業界にいる専門家たちがですね、評価をして、質を中心というところで、評価していくという方向性です。そして応用開発というところももともとここも論文の数を評価指標として見てたんですけれども、これからは論文は見ないという方向性になりました。で実際あまり論文とこれらの実際の技術というのは関わりが少ないので、開発した技術や商品部品というのが実際どれだけ斬新なものであって安全で長く使えるのか、で社会の発展のボトルネックって言われる部分を解決できる可能性が高いのかどうかというところで、評価をするというふうに変わりました。それから若手の支援に関するものなんですけれども、一番上に挙げている、制度というのは、実際にその、若手のみならずですね、全般の研究開発システムにおける、方向性なんですけれども、いわゆる競争の関与を再現にこう減らしてですね、必要のある場合だけ適切にこうサポートしている感じで管理を行うというところなんですね。で権限を手放していく、譲っていくという方針です。それで研究者がもう自由に研究ができるようなという環境を作りたいというのが一番大きな方針としてあって、その傘下に先ほど言ったその論文の数とかを評価する評価システムを廃止して、でさらには、イノベーション牽引者の公募という制度も新たに、導入したんですけれども、これ簡単に言えばですね、一切学歴とかその人の職歴とか見ないので、プロジェクトを担当できる人がいれば手を挙げてくださいという制度なんですね。でもちろん若手限定なんですけれども、でそれで彼らが提示している、記述の路線とか研究開発のアイディアとかとかですね、そういったものを基づいて、評価していくという、人材の育成の一つの方法として、用いたものでございます。で、これらで、恩恵を受けている方というのも、やっぱり実際多くてですね、若手としては大事なキャリアパスの一つになっているという話です。改革の展望、これ見ていきたいと思います。で、まずですね、これらによって研究人材の育成というのは成功になるかという話なんですけれども、実際、平成社で昨年度ですね、中国の研究者向けに、改革を実感しているかどうかというところで、アンケート調査を行ってきたんですね。さまざまな質問を設けてやってきたんですけれども、いくつか抜粋して簡単に紹介しますと、
最初の質問というのは、自由になったというふうに言われているんだけれども、それ実感しているのかという話です。でやっぱりあの研究者の意見というのが今現場で最大限に尊重されていて、実際に事務作業というのも大幅に減ったと。なので皆さんが研究する時間が増えて、研究費の使用に当たってもですね、だいぶ自由になったので労務費、業務費という調整の権限は、まあ、プロジェクトを申請する人にあるので、まあ、彼らが実際の需要に合わせてですね、柔軟に調整するようになったというふうに、話しています。でここに挙げているネガティブリスクというのは、いわゆるこういうところでは金使っちゃいけないんですよという使用禁止のリストだけあらかじめ出していれば、それに抵触しない場合はもう自由に使っていいですよという話です。でそれによってまあ自主権がだいぶ拡大されたというところですね。で補完性というのはもうまあ、直接経費とかその間接経費というのを分けなくていいからもう全て任せますよって。で最初提示していた目標をクリアできるのであれば、まあ、自由にそれを調整していいですというのが、若手中心のプロジェクトで今大きくなされているので、それによって、まあ、人の、このモチベーションというのが非常に高くなっているというアンケート調査結果になります。次が若手の育成なんですね。博士課程の方やポストドックの方、実際にチャンスを多く与えられていますかというところで、こういった新しい制度がですね、たくさんこう盛り込んでいている中で、彼らに回ってくるこのチャンスというのも、増えましたし、プロジェクト自体の数というのも増えたと言われています。そして、清華大学とかではですね、こうプロジェクト申請をサポートする窓口というのも大学に作っていてですね、彼らが適切にこうプロジェクトをこうゲットできるようにですね、サポートする機関もあるので、そういったところで非常にポストドクや博士課程の開発、家庭の方に対する支援が大きくなっているのが分かりました。そして待遇に関しての話なんですけれども、まあ、正規職の方も非正規職の方も基本的にはその給与、報酬というところでは満足しているというところで、あとは評価方法ですね。ここは若干微妙だったんですけれども、やっぱりこう中国の特徴の一つとして、政策がこう地方まで早く浸透するんですけれども、じゃそれに代わって次どうするかというふうになったときに、まだ新しい評価システムや方法というのが完全に定着していない状況なんですね。なので、何をもって評価を、質の高い論文なのか、優秀な研究者なのかというのを評価する、その体系がまだ完全にできていないというのが課題として指摘されていました。そして基礎研究、これで強化できるのかという話がやっぱり大きな話題としてよく出ているんですけれども、まずまあファクトとして言っておきたいのは、そのこちらの図に挙げているですね、主要国の基礎研究の割合、一番左ですね、左のあたりの部分が基礎研究を表しているところなんですけれども、ここはフランスが 20% を超えている、そしてその他の国はですね、大体 15% 前後でこう前後しているんですね。で、中国だけ 5%、6% あたりでこう、前後しているので、やっぱりこれだけ見ると、まだ中国が基礎研究に出しているお金というのは、まあ、他の先進国に比べて少ないというのが事実として言える部分です。でこのような条件の中で、基礎研究というのが強化できるのかというのは、さまざまな意見があるんですけれども、まずですね、基本的に中国ではそのアメリカが実施しているようなですね、もう自由な考え、いわゆるクレイジーアイデアというところとの容認とは若干違う方針でずっと推進しているんですね。で基本的に先ほども、政策でお見せしているんですけれども、国があらかじめその国家の目標とかニーズというのを提示した上で、その枠の中で皆さんが基礎研究をプロジェクト推進しているという仕組みになっているので、それが本当にゼロからのスタートなのかというところは若干疑問がある部分です。でもちろんアメリカとか先進国を基準とするなら、それをゼロからのスタートは言いにくい部分ではあるんですけれども、中国の場合、歴史が長くて、全部は言い切れないんですけれども、まあ、いわゆる1949年の新中国の成立段階から言ってみますと、
これらの科学技術のプロジェクトというのは、最初はもう完全に中央のリード、トップダウン方式でやってきたんですね。中央大がこう、総理が自らプロジェクトに関わる分野もたくさんありましたし、そういったところから、最近徐々にですね、ボトムアップの方式も加えていくという方法に変わりましたので、いわゆるそのあらかじめ目標が設定されているという状態がですね、中国から言うと、まあ、それがゼロなんですね。それが普通の状態なので、まあ、そういった立場から言うと、これ今回の改革というのは0から1への改革というふうに言えると思います。またですね、95年ぐらいから、ずっとこの、2015年6年あたりまでですね、基礎研究にかけている割合というのは 5% 前後で、行ったり来たりしてたんですね。でそれを、基礎研究を強化するからといって一気にアメリカとかこうフランスとかの波にですね 20% ぐらいに増やすというのは現実的ではない部分もございまして、そこはまあ先進的にこう改革を進めていくという方向性だと、私の方は理解しています。で展望としてはですね、私は比較的にこれをポジティブな方向で見ていきたいという派なんですけれども、やっぱりその一番の理由としてはですね、政策がこう状況に合わせて柔軟に変更するんですね。それがすごい大きな強みで、実際の経済発展の需要というのもあってですね、速やかに政策を変えて、またそれがですね、地方の隅々までですね、普及していくという時間が非常に短いんですね。一回政策を決めて実施するというふうになったらですね、非常に短時間でですね、地方までこれが浸透して実際に実施していくというところがございますので、今後もやっぱり実際の基礎研究のこう進行の、状況を見ながらですね、柔軟に対応をしていくというふうに見られます。で、それらはある程度中国の今までのやり方の中では、まあ、効果を発揮する可能性が高いのではないかと、考えています。で最後になるんですけれども、まあ、本日報告した内容というのは、今、SPAP の、サイトでもですね、報告書として掲載をしてますので、より詳しい内容を、読みたい方は、そちらの方を参考していただければと思います。はい、以上となります。清聴ありがとうございました。はい。はい、松田フェローありがとうございました。今松田フェローが使用したパワポの資料の中で 1.5 色がございました。皆さんよくご存知、有名なウミガメ政策ですけど、ウメガミというふうになっておりまして、複数の使用者の方からご指摘いただいております。今松田フェローから話があった公開用資料には修正して、公表したいと思っております。ご指摘ありがとうございました。それでは続きまして、後半は科学技術振興機構 JST 北京事務所の茶山秀和所長、それから横山聡副所長より報告いたしたいと思います。タイトルは、最近の中国の研究開発制度に関連した動向となっております。茶山さんは、旧科学技術庁、文部科学省、当時の科学技術政策研究所などで勤務され、2015年より JST の北京事務所に駐在しております。また、横山さんは2003年に JST に入り、学校の理数教育を支援する理数学習支援部、戦略的創造事業を担当いたします戦略研究推進部などを経て、2018年より JST 北京事務所に駐在しております。お二人とも JST の北京事務所において、JST 事業の海外展開への支援、中国の最新の科学技術に関する情報収集発信、中国の科学者や協力機関との連携強化の業務に従事されております。それでは茶山さん、それから横山さん、よろしくお願いいたします。
はい、ご紹介、それからこのような機会をいただきましてありがとうございます。では画面共有をいたします。はい、よろしいでしょうか。JST 北京事務所の茶山です。先日まで日本に一時帰国しておりまして、今日は新型コロナウイルス感染拡大防止のためのいわゆる隔離化からお話しいたします。先ほどの松田さんのお話、大変興味深く拝聴いたしました。またアンケート結果やおまとめになられたレポートを拝読いたしました。今日は副所長の横山とともに私たちが駐在して感じていることなどを含め、数点補足というか感想を述べさせていただきたいと思います。今日お話しいたしますことは、まず第一に世界の科学技術システムにおける相互依存、特に人材が相互依存で成り立っていることなど、それから中国の科学技術システムの本質を考える上で意識すべき点として競うこと、また当たり前のことを当たり前に人や物を含めてお金をかけるということ、そして3番目に制度改革における中国機構、また4番目に相互理解と次の協力交流のため政策はできる限り引き続きオープンにしてもらいたいということをお話したいと思っております。まず第1番目、世界の科学技術システムの相互依存です。松田さんの最初のスライドにもありましたように、人、物、金が科学技術振興の重要な3要素です。そして、巨人の肩の上に立つという言葉の通り、科学の世界は過去や世界の研究者の努力の積み重ねに現在の研究が成り立ち、成果が次々と生み出されていく相互依存の世界です。知的財産として権利化された場合も、技術や経済の世界においてお金を媒介として先人や他国、他の人の成果を活用できるという仕組みだと理解しております。特に人材に着目してみましょう。少し前の米国のデータですが、米国の博士号取得者のうち米国内からの取得というのは 55%、 半分強にとどまります。残りは中国、インドをはじめ他国出身者です。中国からの博士号取得者は全体で 16%、 唯一2桁のシェアを占めております。数学、コンピューターではおよそ4分の1、そして工学で約2割を占めます。しかも中国からの博士号取得者は9割が米国にとどまる意向を有してきておりました。2000から2005年の間の 95% が、2012年から2017年の間 85% と少し低くなってきています。これを分野別に見ますと、農学を除いてそれも8割以上であり、コンピューターサイエンスが9割以上、その他、バイオ関係、工学が米国に滞留することを望んでいる割合の高い分野となっています。米国やカナダの博士号取得後、6年以内の、若手研究者を対象とするスローン賞という賞、フェローシップがあります。多数のノーベル賞、フィールズ賞の受賞者を輩出している賞です。ノーベル化学賞の場合、アメリカの受賞者の約半数がスローン賞取得者であると分析しているサイトもありました。中国出身者も例年受賞しており、2021年の受賞者中、18名が中国系であり、うち14名が中国大陸の学部出身者です。2022年は香港、台湾を含めて、16名です。これまでの中国からの受賞者を出身大学別にまとめたのがこれらの表です。トップジャーナルであるネイチャー・サイエンスに注目してみましょう。クラリベイト社のインサイツを用いて、横山さんにネイチャー・サイエンス2紙のアーティクルをまとめてもらいました。アメリカが飛び抜けています。2021年の中国はアメリカ、イギリス、ドイツに次いで4位です。中国は2013年に日本を上回り、2014年まで白昼、その後差が開いてきています。論文数の国際比較は各国の科学技術力の比較によく用いられる方法ですが、国ごとの比較は多くの場合、著者所属機関の所在地国に基づいて行われます。著者個人の国籍ではありません。論文の書誌情報である著者名では国籍はわからないため、このような方法が取られています。中国は一音節の姓が多く、
かつバリエーションが少なく、トップ100の姓で人口の約9割となるという特徴があります。中国系の姓を有する研究者の出身国、地域はあるいは国籍は多様であり、中国系の姓の研究者であっても台湾出身の人であったり、アメリカに帰化していたりするなど様々です。また日本や中国は二重国籍を認めていませんが、二重国籍を認めている国もあります。したがって各国の研究力等について何か結論を出すということはできませんが、中国系の姓のリストを作り、そのリストで分類することで従来の分析だけでは見えない面も見えてくると思われます。著者所属機関がアメリカである論文の著者が中国系の姓の研究者である場合、これは、国籍が中国か米国かその他の国かということのほか、所属機関についても中国系の姓の研究者がアメリカの機関に所属しているケース、2番目、他国の機関に所属しており、アメリカの研究者と共同研究をしているケース、3番として、その方法双方であるケースが考えられます。こちらのグラフは、Nature Science の2紙について、アメリカのアーティクルを見てみました。約4分の1が中国系の姓の研究者が第一著者、そして約 15% のアーティクルの最終著者が中国系の姓の研究者になっています。日本の場合はどうでしょうか。こちら、やはりネイチャーサイエンスの2紙で2021年を見てみますと、少し最終著者での割合が小さいものの、よく似た結果となっております。こちらは、量子に関してアメリカの大学や研究機関で3本以上の論文を書いている著者の中で中国系の姓の研究者の割合を分析したものです。こちらの調査では使用した姓の数は100だけで、かつ論文数での割合ではなく著者の割合で分析しています。全体では2割弱、量子マテリアルでは2割強が、中国系の姓の研究者です。これらの中国系の姓を用いた分析に関しては、仮に中国系の姓の研究者が米国籍の2世3世であった場合も、長期的な時間軸で考えていけば、人材として、依存しているとも言えるかと思います。今後、さらに詳しく個々の論文を見たりして、研究機関の国際協調か、アメリカの機関にいる中国系姓の研究者などかなのかなどを見ていくことができればと思っております。アメリカのシステムは伝統的に移民や留学生の力に依存しています。昨年9月に米国物理学会が発表した報告書が引用している内容では、留学生、外国からの研究者、国際協力のもたらす利益に関して、フォーチュン500社の 44% が移民、またはその子孫が設立したものだということを紹介しております。ただし、この中では中国系の企業は1社だけです。こちらはビリオンダラースタートアップについてです。ビリオンダラースタートアップの半数以上が移民によって設立されています。そのうち21社は留学生として初めてやってきた人が設立しており、ここでは中国系は6社で、カナダ、イスラエル、インド、イギリスにつき5位となっています。結果として彼らは職や高い賃金をもたらし、見えない競争力となっているというのが、このアメリカ物理学会のレポートの主張です。次に中国の科学技術システムの本質を考える上で、私が大切だと思っている点をお話しいたします。まず印象に残っている発言を2つ紹介します。中国は地方政府が地方を経営する世界で唯一の国ですね。これは地方での勤務経験を持つ中国の科学技術関係者の方から伺った話です。その方にノーベル経済学賞受賞者の方がおっしゃったことだそうです。当たり前のことを当たり前にやる中国、これは中国政府科学技術部の主催で JST が協力して実施された若手行政官訪中団の参加者の方の感想です。私はこの2つの言葉に中国のシステムの本質を考えるときに大切な要素があるように思っています。科学技術に関して地方政府の支出が大きいことは、先ほどの松田さんのご発表でも触れられていました。中国では地方自治体ではなく地方政府と呼びます。地方政府が積極的に関与しているということ。さらに経営という言葉は
企業間の競争のように競うという一面があると思っています。中国の国家のトップ指導者層は地方での実績を評価されて抜擢されます。地方政府や国有企業を含め、中国共産党が広範な範囲で人事を行っています。地方や大学、企業はその意味では競う立場でもあるわけです。このような仕組みの中、中国の国家の計画は国全体への号令として機能する面があると思います。計画を受けて地方政府、そして大学等、それぞれの主体が競います。競い合っているということは、世界のどこでも同じかと、だと思われるかもしれませんが、右肩上がりや今後の発展を信じた中でのダイナミックな競い合いが活力を生んでいると思います。また、評価を伴う中での競い合いでもあります。これは、示される方針の内容、あるいは評価の仕方によっては、ポジティブな結果を生まないことも、恐れもあります。しかし、サイエンスには世界のコミュニティによるもう一つの評価があります。サイエンスの成果の社会実装の面を含め、方針を示すものや、競い合うもの、そういう主体双方がです、ね、世界の動向を意識して、しかるべき方向性を共有できれば、弊害は小さくなると考えられます。競うということに関連してご紹介すれば、従来の国家重点実験室の全国重点実験室への改組が行われています。国家重点実験室よりも、より格が高くて、長い間新しい体系の確立ということが強調されてきた国家実験室の動向を注目していたのですが、質の高い、数の多い国家重点実験室を新しい全国重点実験室に移行するということが昨年末から具体的な動きとなり、大学や各研究室等が競うように対応しています。7月に第1期として20カ所が全国重点実験室への移行が認められたとのことです。当たり前のことを当たり前にやること、これは人材招聘や施設設備計画を含め、お金をかけるということかと思います。体制の特徴もあってか、短期間での意思決定、資源の短時間での大規模、集中的な動員、セクターを超えた参画や連携が可能という面があります。新型コロナウイルス白書にあった革新キーテクノロジー攻略、新型挙国体制を強化するという方針などに表れています。この言葉はつい先日も、国家主席が強調していた言葉であります。大きなスケールでの資源の投資の例は宇宙関係に大きく見られます。また、セクターを超えた連動という点では、日本でも最近、産学官金連携ということが言われているようですが、中国ではここでも地方政府系のファンドが民間金融機関のリスクを低減するための、ことに、地方政府系ファンドがそういった役割を果たしていると言われています。次に研究開発の制度改革についてお話しいたします。松田さんのご発表にもありました、事務作業の時間を減らし、研究時間を増やすといったこと、こういったことにつきまして、国家主席から昨年5月、全国の科学技術従事者の、日に向けての発言の中に触れられています。また、この9月にもこの方針のことが再度、触れられておりました。非常に国としても力を入れて、こういった方針に当たっているのだと思います。JST は研究費の、ファンディングエージェンシーですけれども、公募型研究制度の運営に関して、公募型研究制度を運営している国家自然科学基金委員会の改革の中で興味深かったものをいくつかご紹介します。提案内容の属性に応じた審査、申請する研究内容に応じて、申請者が次の4つの類型から1つを選択して申請し、それに応じた審査や管理を行う。この4つとは、新しい発想での探索を奨励し、突出したオリジナリティを目指す。世界の科学の最前線にフォーカスし、独自の新しい道を切り開く。国家や経済のニーズに応え、ボトルネックを突破する。分野横断的な共通性を志向し、分野の融合を図る。といったものです。また、学際分野を担当する部門として、交差科学部を2020年に設置しております。審査で評価が分かれる課題について、審査委員または分野の担当課長が、分野の部門の長に諮り、再度審査する仕組み、これはむしろ古い仕組みの可能性がありますが、こういった仕組みがあります。
またこれらの改革の成果についても見ていきたいと思っておりますが、仮に中国から中国発のオリジナリティのある成果が出ない場合でも、中国は新しいテーマ成果に対してフォローし、またその展開に大きなエフォートをかけるという特徴があります。こちらは鉄系超伝導のケースです。日本発の成果です。日米中が同年に最初の論文を書いています。累計論文数では中米日の順序となり、近年非常に中国が約半分の論文を、世界の半分の論文を書いております。こちらはイグゾーのケースですが、やはり日本発、米中は数年遅れて最初の論文を書いています。こちらは累計論文数ではむしろ韓国が多く、中日米の順になっております。で、今ご紹介した2つとも米中関係機関の協調が日米や日中の協調よりも多いという特徴があります。こちらはマキシンという材料のケースです。こちらでは最初期の論文はアメリカあるいはフランスの研究者が書いていました。今日は世界の論文の累計の約7割が中国で、この1年最近の発表では約8割弱が中国の発表になっています。日本の、最近の論文の中、31本の論文のうち28本までは、第一著者は中国系の性の研究者になっています。もちろんこういったことは分野等にありまして、まさに先ほどもありましたように論文の数だけでは判断できないところです。そしてその研究の内容や、分野の特性、性格などを見ていけば、またさまざまな評価があると思います。こちらは iPS 細胞のケースで、日本発、米国は翌年、中国は翌々年に最初の論文が書かれ、現在でも、論文に関してアメリカの方が多いものの、日本は中国よりも多くなっております。最後に申し上げたい、ところですけれども、こちらは最近中国の長期的な政策の公表について、一部の専門家の中には公表の延期や可能な限り公表しない方が良いとの提案をしているということを聞きました。先日日本の新聞記事の中で調査に使用されていましたデータベースについて、因果関係としては不明ですが、記事の掲載から10日経たないうちに当局が国家データのセキュリティリスクを事前に阻止するために調査を開始したという報道がありました。これは一方的な行為とばかりは言えず、相互に他者の行動に反応しているという面があると思いますが、他者の疑心暗鬼を募らせる恐れもあります。科学技術政策に限らず、また国に限らず、個人あるいは配偶者との関係に至るまで、人間の関係は1、お互いに相手の取り組みが見え、2、それを素材に話し合うことができること、3、相互依存関係にあることを認識すること、この3つが疑心暗鬼をエスカレートさせないことにつながるかと思います。世界を意識して次の方向性、次の協力や交流を考えていくためにも、相互に依存したオープンなサイエンスの世界にふさわしい対応と、また引き続き対話ができていくことを期待いたします。今後も横山さんはじめ事務所の皆さんの協力を得て、サイエンスポータルチャイナで発信していきたいと思っていますので、お読みください。それから横山さんの目で見た中国の状況についてもお話しいただきたいと思います。ぜひお聞きください。ご清聴ありがとうございました。はい、では続けて、すみません、JST 北京事務所の横山でございます。続けて、これまでの松田と内山から申し上げました点の、さらに補足という位置づけで、よく話題になる事項を中心に、現時点での個人的な所感をいくつかご紹介させていただければと思います。所感ですので、定量的な話ではないんですけども、この点ご了承いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、一つ目ですけども、先ほどもちょっと話題になってます。今後のこの中国の基礎研究の強化の方向について、こちらで関していることをお伝えできればと思います。はい。中国でこの研究者と接していて強く感じることの一つなんですが、彼らがこの研究はこの明日の自分の生活を豊かにするというふうにも考えて、研究に邁進されているという、そういうところです。もちろん、個人のその、
知的好奇心、探求心、そしてこう社会の貢献という、まあ、そういうところが研究の動機であるということは当然同じなんですけども、これに加えまして、研究が成功すれば豊かになれるという、まあ、そういう現実的な視点も持っておられるようで、まあ、そういうことも含めて、この結果的に国全体のこのイノベーションの原動力になっているような印象を受けております。で、中国はこういろいろ、な面で競争の激しい社会でございまして、で、能力や条件に恵まれた方が、その成果をこの経済的な利益に導くことにあまりためらいがないように見えます。そして例えば、知財権に伴う各種の収入、そして個人所得税のような、まあ、そういうね、関連する諸制度についても、強力にそういうのを後押ししております。そういった意味で、従来はまあ比較的結果が出やすく、社会実装しやすい、まあ、分野のこう研究開発に、偏っていた面というのは、まあ、否めないと思います。しかし、中国も、まあ、特にこう沿岸部、まあ、豊かになりまして、若い世代を中心に、考え方も多様になりつつあります。でそういったこう社会の成熟段階とのこう兼ね合いによって、まあ、基礎研究の増加も進むのではないのかなというふうにも考えております。でさらに今後、まあ、仮にですけども、こう技術のこうデカップリングが、まあ、進めば、その分、当然、中国国内における基礎研究のこうニーズもさらに強まるということになりますので、まあ、その分加速されるということになるのかなというふうに個人的には思うところでございます。はい、で続きまして、この、研究費の管理ルール。先ほど松田の方からこう研究仕様の柔軟化、自由化のところで、まあ、包含性というところでも触れましたけども、まあ、関連して、特に余剰金の取り扱いについて、まあ、比較的柔軟だと感じておりますので、こちらご紹介したいと思います。政府予算、こちらが単年度であることと。そしてまた、納品検証をもって予算執行済みとなる点について、まあ、こちらは日本の公的資金の予算制度や、また会計原則、これと基本的には同じになります。ただし、この余剰金の取り扱いですが、日本の公的資金と比較しまして、柔軟でありまして、予算執行管理の負担感はかなり軽減されているように見受けられます。で事業、プログラムによりまして、多少異なるんですけども、従来一般的に研究終了後、2年間は、研究機関の判断で、後続の研究費として使用可能でした。日本でいうところの翌年度への研究費の繰り越しが柔軟ということになります。研究費だけではなくて、この国の予算全体を規定するこの予算法というのがありますが、こちらでも余剰金は翌年度に同目的に使用することができるというところが明記されております。この点は、まあ、私も公費を扱っている身として、羨ましく感じているところでもございます。まあ、そのような状況の中で、先ほどの松田からの説明の通り、昨年7月に、まあ、より管理を簡素化するような規定が通知されまして、まあ、適用事業が徐々に拡大しております。そこで、余剰金の観点では、プロジェクト終了後、業績評価に合格した場合という条件がありますけれども、まあ、合格すれば、余剰資金は国に返還されず、プロジェクトの実施機関、まあ、大学等によって直接科学研究のために使用されると明記されています。関連して、中国で事務所を運営しておりますと、まあ、各種の税務に関わるようなこともございます。でそこで明記するのが、日本ですと、まあ、還付金の請求というような流れになるような事務、まあ、そういった場面においても、中国ですと、割合、翌年度の納付時にその分を差し引いて、帳尻を合わせると。まあ、そういったこう流れになることも多いようで、まあ、根っこの考えに共通するものを感じております。このように、余剰金の発生、あまり心配せずに済むということは、本来するべきことについて、よりフォーカス、集中してできるということで、日本の公的研究費を使用している観点から見ると、実務への影響というのは大きいのかなというふうに考えております。では、時間のようですので、はい、私の方から終わりにしたいと思います。引き続き、皆さんからご指導いただきまして、所長のチェアマン筆頭に、
北京事務所の職員一同、今後もより質の高い情報の提供の方を進めてまいりたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。茶山さん、生山さん、ご説明ありがとうございました。それでは、Q&A に入りたいと思います。いただいたご質問から、いくつか講師の方にお伺いしたいと思います。最初に、松田フェローの方で、ございます。本日のご説明にあったように、中国は科学技術の投資として、資金を、研究開発費を入れて、人材を入れて、また、改革、科学技術のシステムの改革を取り組み、その結果、論文等の成果も出してきたわけですが、これは、今後も続くでしょうか、さらに顕著になりそうでしょうか、というご質問であります。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、少なくても研究開発費の投資と、人材を増やしていくという方針には変わりがないと思います。しばらくの間は。今年の、2月3月頃にもですね、その研究者の負担を、さらに減らしていくという措置が、科技部とか国務委員から出されたりしているのでですね、これが、継続していくと思いますし、論文に対しては、数は今世界トップになっているので、これが、これから研究者も増え続けていく中で論文の数もその分、増えるでしょうが、もう本当に質まで全部考えたところで、世界トップに立てられるのかというのは少し時間が、必要な部分でございますね。実際に頻用数とかで論文の質とかを評価してるんですけれども、ネイチャーとかの論文から指摘がある通りですね、中国ではやっぱり自分の論文をそのまま引用するとか、まだその重複性の高い論文が多くこう出回っているとかといった問題もあるので、世界中のどの国も納得できるような、もう質の高い論文の、数でトップに立てるにはもう少々時間が必要だと考えています。はい、ありがとうございました。分かりやすい説明だったと思います。次に、これは松田さん、それから北京事務所両方への質問でございますが、最初に松田さん、はい、地方政府と地方政府の関係ですが、地方政府の資金が中国を超えて増えてきているということなんですけど、はい、まずこの理由は何かというのが一点と、もう一つは地方政府の中でも上海、北京、山東省などが非常に予算が多くて、そうじゃない地域もあるということから、科学技術の地域間格差が出てくるのではないか、全体を調整するような仕組みはあるのかという質問2点であります。よろしくお願いします。はい、地方ですね、地方の、成長がまず言えるところですね。立法法が2015年に中国で改正されましてですね、もともと、省の次に比較的に大きい市というレベルの、地球市の存在もあったんですけれども、大連とか吉林とかですね、そのぐらいの経済成長を果たしている地域があまりにも大幅に増えているというところから、それをなくして、区を有する市という感じで、地球市レベルまでのという地方のイメージというのが大幅にこうアップされたんですね。経済レベルもそうですし、人口も社会発展もそうなんですけれども、それで中国としては中央でもうこれ以上、トップダウン方式で地方をコントロールできるような状況ではないというのが1点目と、あんまりそういうふうにコントロールする必要も徐々になくなってきたというところがありますよね。で、まだ2010年ぐらいまでは、チベットとかそういった地方でですね、騒動もあったりとか、そういう敏感な問題がたびたび発生したりしてたんですけれども、もう近年になってからはそういった問題も基本的には安定してきたので、わざわざ地方に対してもう大幅にそういうコントロールをかける必要がなくなってきたので、むしろですね、中央が政府が全て金を出してやるよりはですね、地方の
企業とかですね、大学の力でですね、全体のイノベーションを果たしていこうというのが、方針の変わりだと思います。それで、今はもう企業中心、民間中心といったところも結構言葉として流行っているんですけれども、中国の政策文書の中でもたびたび出ているように、イノベーションの中心は企業だと。でそれはやっぱり地方各地のですね、努力が必要なところなので、そういった背景の中でやっぱり地方の発展というのが、近年目立ってきたというふうに考えられます。そして地方の格差の問題なんですけれども、これはもちろんご指摘の通り、すべての地域が北京、上海並みのレベルまで発展しているわけではないですね。でそして、地域があまりにも広いというのも、もうございまして、一気に同じレベルに引き上げるというのも現実的ではないというところがあるんですけれども、格差を、徐々になくしていく、その政策としてはですね、例えば、その西の地域とかですと、その西部専用のこう科研プロジェクトを用意してたりとかですね、少数民族向けのこうプロジェクトを設けていたりとか、そういった配慮は今しています。そしてなるべく地方でですね、一律指標を設けてこうやってほしいとかではなくてですね、自ら自分の特徴、自分の地域のこう強みを生かしてですね、プロジェクトとかを省のレベルでこう打ち出してですね、自分の状況を配慮しながらこうイノベーションを向けて頑張っていこうというのが方針ですので、そういったところでは、地域特徴に合わせてというのが、大きな方向性だと思います。それによって徐々に格差もちょっと縮まっていくのではないかと考えられます。はい、ありがとうございます。これの、地方の会議室の予算が増えることに関しまして、北京事務所、寺山さんへのご質問ということでございます。基本政府の役割が、資金拠出が増大することによってですね、これは全体で協力して研究することを難しくしているのではないかと。で、この質問者は関わった話として、上海グループと北京グループで一緒に研究することが難しかったという経験があるということです。この点について、何かご指摘いただければと思います。はい、ご質問ありがとうございます。ご経験されたところの内容を詳しくは存じ上げませんけれども、かなりこれはいろいろきっとケースバイケースというかケースによって、お互いどこにライバル意識というか競争意識というかどこを意識するかによって確かに一緒にやるのが難しくなる場合、国の間でも緊張関係があるわけですし、そして特に中国の省とか大きな市っていいますのは、ヨーロッパの国並み の大きさや人口であったりするところもありますから、で、特に北京と上海は、俗には上海の人は北京の方は首都って言うけど北京は田舎だと思っていらっしゃったりするようで、いろんな意識の方はあると思います。で特一方で特に科学の研究ということであれば、この世界を意識してという中でお互い一緒にやっていけるところっていうのがあれば、それはやっていけるようにもなっているのかなとは思います。多分あと制度的にその多分どこの研究費を使ってということになると、制度の状況によってはなんか一緒にやるときに、難しかったりするっていうことはあるいはあるのかなとは思いますけれども、ただ今日の一連の話にありますようにいろいろお金は使いやすくなってきてますし、いよいよもってその中国の中で張り合ってるよりは、世界を考えて張り合うようになりますし、確かネイチャーインデックス の世界の、マッピングしたのでいうと実は一番世界で強い絆で結ばれてるのは北京と、アメリカニューヨークの方 のラインが太くなるマップなんかがあったと思います。そういう時代ですから、中国の中ではまさにむしろどんどん協力して研究ができるようになっていくと、きっと中国にとってもいいんじゃないかなと思います。はい、分かりました。じゃあ次の質問ですが、学位に関するご質問がございました。これも増田さんとそれから横山さんへの質問でございます。
専門博士とそれから学術博士の2つがあるという話ですが、まず社会でのステータスは、その2つはどのように受け止められているでしょうかということと、それからこの専門職学位というのは、専門博士というのは日本の専門職学位に研究を行うというよりも高い知識権でもってですね、研究以外の職業に就くような方のための学位なんですから、そういう専門職学位に相当するものでしょうかという時点の質問、まず松田さんお願いいたします。はい、ありがとうございます。そうですね、基本、専門博士というところは、アカデミアと違って実力、技術をこう手にして、それらをこう磨いていくという方向で、そういう趣旨で設けている制度ですので、日本でいうその専門職というところで、非常に似ていると思います。それはやっぱりその医学といった分野とかではですね、その臨床医学に強い方々が数としては今少ないというのも、不足しているというところもございましてですね、学術のみならず実際の現場の即戦力になれるようなそういった人材の育成というのも大事な部分かと思われます。そして社会でのステータスというのは、私のその感触としては、大きな違いはなくてですね、その修士の話も先ほどしたんですけれども、実際社会に出れば修士学位を持っているというところで、同じ扱いにされるんですね。2年か3年かという関係なくて。で、博士も大体同じぐらいで、実際に今、学位を取得しているかどうかというのが中国では大事なポイントで、それがどういう類型の博士なのかというところまでは、あんまり詳細に、問われないというのがあると思われます。はい、ありがとうございました。それでは横山さんへの質問でございます。ここが就職の問題です。中国でドクターを取得した学生の就職は希望通りにいってるんでしょうか。就職が厳しくなっていると聞いてます。若手研究者の意欲が出る状況でしょうか。お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。やはり日本でも報道されているより、やっぱり厳しくなっているという声をいろんな方面から聞きます。で、ちょっとその、理数系の方に絞ったそういう状況を具体的に聞く機会っていうのが、ちょっとたまたまここ数ヶ月なくてですね、北京でもちょっとコロナの方でいろいろ行動の制約があったりとかで、ちょっと先生に会いにくくなっている時期もありまして、たまたま2ヶ月前に、これはジャーナリズムを教えている先生とちょっと会う機会がありまして、ちょっと学生さんのその進路のことについて伺う、機会があったんですけども、こちらはそのやっぱりざっくりやっぱり3、せいぜい4割ぐらいがしかこう就職先が決まらないというお話を、具体的な数字で聞けた直近の例です。で、これはジャーナリズムですので、ちょっといやいや特殊かもしれないんですけども、でまた文化系のどっちかというと文化系の、分野なんで理数系とはまたちょっと違うのかもしれないですが、総じていろいろ聞くとやっぱり半分ぐらいのところっていうようなこう印象を持っております。半分以上を就職できたっていう方に、意見の方に聞いたことは出会ったことはないです。ここはこう 3、4ヶ月ぐらいの状況です。なのでかなり厳しく若い方にかなり影響が出ているんだろうなという感じを受けます。またこれもちょっと、就職そのものじゃないんですけども、先月たまたま、1年ぶりに上海にちょっと出張する業務で行く機会ありましたけども、昼間往来の方はかなり、戻って、一見変わらないように見えるんですけども、よくよく見てみるとやっぱり閉鎖した企業さんとかいろいろ目についてまだまだダメージが回復していない。で、経営者の方に聞いても収入が戻らないのに、固定費が出てくるんで辛いというような声を聞いております。で、そういったしわ寄せが若い世代の方に、行ってるんだろうなってことは、いろんなこう角度から感じるものがありまして、そういったもので、厳しいというところは言えると思います。こんな状況で申し訳ないんですが、よろしいでしょうか。はい、厳しい状況、大変よく分かりました。先ほどの松田テロの中で、大学院にも
収支は増えてますけれども、白紙はほとんど増えてないという原因もそこにあるのかなというふうに受け止めました。それでは次の質問、マツダフェローへございますけれども、英語論文と、ちょっと日本語論文ってなってましたけど、中国論文の間違いだと思いますが、英語論文と中国語論文について、どのように評価されていますか。もう日本ではほとんど英語論文でなければ、日本語論文というし自然科学ではなかなか評価されない状況を踏まえてのご質問だと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。近年の動向としてですね、なるべく中国語で論文を書きましょうというのがあるんですね。基本的には、例えば、基礎論文で代表作程度、実施しているという話を申し上げたんですけれども、中国国内のジャーナルで発表した論文がそれの3分の1を下回らないようにという指標も、あったりとか、多くの方がやっぱり、SCI とかネイチャーとかですね、そういったその国際誌への投稿というのを中国でも、多くなされてきて、中国としては自分の自らのジャーナルとしての力、国際の学術社会での影響力というのを大きくしていきたいわけなんですね。それがまあ近年 その中国標準、中国スタンダードというところでも、そのまあ狙いというのが見えてきているんですけれども、傾向としてはですね、今はなるべく中国国内にあるトップジャーナルで、論文を多く出して、それを、積極的に取り入れることで大きく評価するという方向に変わっているので、まあ、方針としてはなるべく英語ではなく自分の国の言葉で論文を書きましょうというふうに、変わっていると考えられます。すいません、今中国語論文じゃなくて日本語論文だという指摘がありまして、これは要は、英語圏留学者、まあ、米国だろうと思いますが、それと比べて日本語の留学組がですね、割を振ってるんじゃないでしょうかということのご質問だろうと思います。そうですね。英語と日本語、まあ、数だけで見ても圧倒的に英語の論文の方が中国では多いと思われるんですね。それは、近年、日本に留学している留学生の数もどんどん減っていくわけですし、やっぱり、特に理系とかそういった科学技術に関わる分野では皆さんは、アメリカとかそのイギリスとかそういった国に留学する方が圧倒的に多いわけで、まあ、そうなってきますと、やっぱり英語論文の方が数的には優位に立つというのは、事実だと思うんですね。実際に評価にあたって、それがまあ差別化されているのかというところまでは、あんまりこう詳しい指標とかデータが表に出てきてないので、はっきりは申し上げにくいところではあるんですけれども、まあ、傾向としては、その外国語の論文の中で何を重視するのかといえば、まあ一番トップで、答えが出てくるのは英語の論文ではないかと考えられます。はい、ありがとうございます。じゃあ時間も押しているので最後の質問です。マツダさんの質問だと思いますけれども、中国の研究者が米国に留学し、米国に滞在しようという話、これは茶山さん の資料にあったわけですけれども、日本ではどうですかと。日本に留学される方がですね、中国の研究者がどのような道、日本に残ってくれるんでしょうかというご質問です。うん、これはですね、まあ、中国、日本国内に、外国人の留学生に対する方針がどうなのかというのが、大きく左右してくるなと思うんですね。うん、で留学生が、まあ、留学生活の中でやっぱり生活費、奨学金というところも大事になってくる部分なんですけれども、まあ、生活という部分で彼らが今後ここで就職して定着していくためのさまざまな問題がかかってきます。まあ、ビザの問題とかもそうなんですし、仕事が見つけやすいのかというところもあるだと思うんですけれども、そういったところでですね、動きを見てみると、まあ、日本は近くにある韓国よりもそういうビザの柔軟性というところでは負けているという部分があってですね、まあ、例えば卒業した後に
すぐに就職しなければ、まあ、引き続き滞在できるという資格が、まあ、在留資格というのがなくなっていくわけですから、まあ、留学生としては、他の国に比べては少し厳しい状況ではないかなと思います。それが、諸外国に比べて、まあ、留学生の定着率が若干悪い理由でもあるかなと思います。はい、ありがとうございます。実は質問まだまだいただいているところでございますが、時間を超えてますので、このあたりで、終了させていただければと存じます。繰り返しのご連絡で、恐縮でございますが、今回前半の講演であった中国の研究開発システム改革に関する2つの調査については、サイエンスポータルパシフィック、じゃあ、アジアパシフィックにおいて、公開しておりますので、ぜひご覧いただければと思います。それでは、本日ご講演いただきました松田さん、茶山さん、福山さん、ありがとうございました。また、視聴者の皆様方には、最後までご参加いただきまして、大変、ありがとうございました。感謝申し上げます。それでは、これにて終了させていただきます。